お誕生日おめでとう、1日早いけどありがとうあ、すごい、あ、お誕生日おめでとうっていうのが勝手に出るのだ、で、出るのかあ、そう、あの、明日がお誕生日なんですけど、当日セーターをね、ありがたいことにさせていただくんですけど、ちょっと終わる時間によってできなくて、配信が、なので今日がちょっとね前夜祭ということでさせていただこうと思いましたね、明日配信できたらほんまにしたいんですけどね。お、すごい、なんかアイスが出てきたアイス祭りなのかな、ありがとう、待ってね、マッシュ、そう、全野菜、え、野菜野菜美味しそう、そう、ゆかたんだ、ゆかたんだよ、明日は誕生日、美味しい、そう、あっという間に16歳が終わりましたね。もう明日が接誕祭なの、めちゃくちゃ嬉しいです。あ、見てください、ティアラ、わあ、あ、わあ、ケンくん、タワーありがとう、嬉しい、ありがとうございます、わあかわいい、コモちゃんタワーありがとう、ちょっとね、嬉しい、どうしよう、あれかな、書いた方がいい、ちょっと待ってね、あれあれ、紙がない、あった、紙がある、よいしょ、あったかた、あったかた、あったかた、ちょっと待ってね、うわ、待って、あ、むんちょさんタワーありがとう、くまちゃんタワーありがとう、くま、ちょっと待ってね、書くね、ケンくんありがとう、クマ待ってね、ちょっと待ってね、もうもうちょ、嬉しい今日はお誕生日なんです、あ、間違えた今日は途中から歌も歌えたらいいなって思ってますそう、今日じゃなかったみんな突っ込んでる、はい、どんどん突っ込んでください16歳ね、とってもいろいろいろんなことがありましたね。16歳といえばあれも始まりましたね、X とかそういうルームスとかも16歳で始まったから、そう、なんかめちゃくちゃ皆さんとつながれる機会が多くなったなって思いました。仲良くなれるっていうの、そうだからね、本当にとっても15歳の頃よりも皆さんと仲良くなれたと思っています。そう、昇格もありましたしね、本当にいろいろあったね、16歳本当に楽しかったそうじゃあ全野菜、全野菜じゃないそう、濃かったね、濃かったね、16歳の思い出ランキング、3位はなんだろう、思い出ランキング3位、なんやろう、え、なんかほんまに全部が輝かしくてめちゃくちゃ楽しかったなって、ほんまにどのイベントとかもやし、どの企画とかもやし、
ほんまにどれも楽しかったな。選べないな。なんかほんまに写真見返してて、うわほんまにいろんなことあったなって。もう1年だけで写真フォルダーをシュシュってやって、これがスマホやとしたらもうこんぐらい、こんぐらい1年やねん。もう写真がバーっていっぱいあるの。そうだからほんまに濃かったなってめちゃくちゃ思うそう、喜怒哀楽って封印したの？うん、封印は実はしていないかもまだまだ健在でございます。喜怒哀楽いっぱいするよそう、生誕 T シャツのこだわりポイントは、まずは水色が海を表現してて、海の水色みたいな感じでね。そう、あれは多分劇場とかライブとかでも見つけやすい色を選びました多分光り輝いて見える水色にしましたね。いろいろ水色があったんですけどにしました。ターコイズブルーかな。そう、そしてあの流れ星は夢が詰まってるっていう設定でそうで、あのユカタンと犬が座ってるんですけど、ユカタンの衣装が実はチームね N あ、うん、あれ N の衣装になってて、そうなんです。そしてあの視点は皆さんから見た視点で一緒に船に乗ってるっていう体なんですよなのでこれからもそのね流れ星の方向に向かって一緒に進みたいなっていう思いを込めて書きました。ぜひ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 気になった方はチェックしてみてください。お誕生日ありがとう嬉しい。そうセブンティーンってびっくりだよね。ゆかたんのセブンティーンのイメージってさ、めちゃくちゃお姉ちゃんのイメージが大きくて、お姉ちゃんがセブンティーンっていう感じがするそうやねん。だからめちゃくちゃ不思議な感じやね。あ、そう、あとはショールームのイベントもあったよね。16歳の時、夏やな、夏と9月の間のあれは神戸オータムフェスティバルか。あれも懐かしい。夏休み期間にいっぱい配信したねそう、初見さんありがとう。ゆかたんはいつでも花がある。嘘、ありがとう、嬉しいな、照れちゃうなありがとう、嬉しい。そうね、そして16歳の最後に10期生がねお披露目されたり、ほんまにこれから先輩になるんやなって思ったらワクワクするし、自分も頑張らなあかんなって思うねそう、17歳は足が長いイメージ。なるほど、足が長いイメージ。よかった、足長なるうん、いやでもね、大人ゆかたんっていうか、ゆかたんはもうゆかたんを貫き通そうと思っています。だから多分ずっとね変わらず自分らしくいこうと思っています。そうあ、そうね、実は今日会いましたの、10期生さんに。そう、びっくりびっくり、これまたびっくりで、ウォーっていう反応で、初めての10期生の声のね挨拶はちょっと飛び跳ねましたねびっくりしてこんにちはっていう感じでした。おはようございますね。めちゃくちゃ可愛かった、みんな最高に可愛くてとてもラブでしたありがとう、プレゼント可愛い。そう、びっくりして、お姉ちゃんはレイポンがいたんですけどね、ポンちゃんに10期生の子がおるって言って、そうそう、とても楽しくなりそうでねほんまにこれからが楽しみですね。うん、まあ皆さんもあんまり目移りは堪忍ですな、しないでください。でも NMB48 愛していきましょう。ね、
ゆかたんのことはずっと変わらず見てもらいたいです、ほんまに。特別公演もねあると言いましたしね、目移りはしない、ほんま信じてるで。そう、なんか16歳から17歳になるのってほんまに一瞬やったなって感じるし、そうほんまになんか不思議な気持ち。17歳ってなんかさ、15歳から16歳ってさ、なんかあんまり年変わってない感じするけど、16歳から17歳ってなんかめっちゃ変わる感じすんねん。なんかめちゃくちゃ年を重ねるっていう気持ちになる。そうだからなんかもう大人になった気分やな。ほんまにドキドキや、ドキドキや。明日の生誕祭が楽しくて、今楽しみすぎて今は眠れません。どっちもそんな変わらんよ。え、ほんまに。受験生は声大きい人いない。あ、でもめちゃくちゃ挨拶がなんかはっきりしてても、はいって感じでみんなめちゃくちゃお辞儀をしてた。かわいい。そう、犬は1年で4歳年取るけど、だからか。そう、もうほんまにねえ。でもよかったん、ほんまに小学校1年生の頃から変わってないな。1年生の頃から変わってない、ほんまに。なんか好きなものも変わってないくて、ずっと好きなものが一緒やったり、トマトとかね、そう、あの丸バニーファミリーとか、お人形が好きとか犬が好きとか、もうずっとずっと変わらないの。ちょっと気持ちをね、みんなで一つに、なんか歌を歌いましょう。歌えたらいいな。歌いたいな。どうかな、歌ってもいい？ちょっと16歳、そう、なんかゆかたん16歳最後とかさ、1年の最後とかってさ、あのずっとさ、寝る時とかも16歳最後おやすみみたいな。16歳最後お風呂に入りますとか言うがちやね。だから今16歳最後の配信です。どうしよう、年超える時ジャンプしよっかな今日。ダメっていう人おらん、ほんまに。じゃあ歌おうかな。なんでそんな笑ってんの。わらわら言われてる。おやすみ、寝なさそう。ジャンプ、そう、年越しかしら、年越しみたいなジャンプしようかな。ハッピーニューイヤーじゃなくて、なんかハッピーバースデーみたいな、なんかみんなとこうやって年越せましょう。なんかほんまにみんな家族みたいやな、するんですね。ちょっとじゃあそんな大好きな皆さんにあの歌を歌いたいと思います。なんか絶対今声立体的よな、さっきよりイヤホンしてるもん。ここでお腹鳴ったらさ、めっちゃでっかい音で鳴っちゃうから、ちょっと気をつけてる今。あったー。あ、待って、これ歌うってやったらさ、もう歌流れる。じゃあ歌っていきたいと思います。おお、あれ、なかなかさ、久しぶり。あ、まだ始まらんかった、やばい、久々すぎて、ちょっと待って。ワクワク。じゃあ行きまーす。よいしょ。あ、立体的になった急に。君だけに。チュチュチュ。
キスよ飛んで行け僕のハートから、右手で唇投げるように、キスよ飛んで行け君のハートまで、声には出さずにこっそり君だけに、チュチュチュ。こんな感じでいっぱい歌を歌いたいと思います。短いながらに大好きな皆さんにチュチュチュです。どうですかね。最高かよ、やった、天才、ありがとう。テントウムチュ、これは渚さんと踊らせていただいた16歳の時にあ、まだ16歳やった、今17歳みたいな言い方しちゃったその時に聞いてめちゃくちゃ好きになった曲ですね。ほんまに大好き、チュチュチュです。そうなんです、でよかったあの時に、そうなんです、とても可愛い衣装も用意していただいて、ほんまに今でも宝物ですね。もう 16.9 歳やから、あ、点付きやった、なるほどそうやな、 16.9 歳やな今。こっちも大好き、やった、明日楽しみやね、本当に楽しみ、ほんまにね。いやー、歌うの楽しいねなんか皆さん好きな曲とかあるんですか、明日本当楽しみ、皆さん楽しみにしてる、手紙誰やの、誰なんだろう、本当に気になっちゃう、気になっちゃうな。あ、アイスの口づけ、アイスの口づけってあれ、アイスの口づけやな、え、もうちょっとあの勉強してきます、アイスの口づけ、サビがねめちゃくちゃ好きで、方もよく口ずさんだりするんですけど、 A メロ B メロをね勉強したいです。ゆかたの歌声好きすぎる、癒されるやってめっちゃ嬉しい、ありがとうあ、そうや、あれ歌うかな、これを見ている間もここに皆さんが映ってる、ちょっと待ってね、待ってね、あ、待ってね、あったかな、あ、ちょっと夏曲歌おうかな、今暑いし、暑いしと思って歌いましょう歌いましょう、一緒に、あれ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 、あったあったあった、あ、うわ、間違えた、オッケー、んー、じゃあ夏の曲を歌いたいと思います。
楽しかった。イビサトミも湧いた。イビサの方。ね、久々にイビサ聞いたね。前は周年で歌った、夏コンやな、夏コンで歌ったかな、だった、懐かしい。やばい、夏のコンサートがもう近いよ皆さん、楽しみだ。よかった、夏コンめちゃくちゃ楽しみ。やばい、楽しみすぎるね。こんばんは、こんばんは。なんかそうやな、全部行く、全部行く、全部全部行くの、わお、すごい。全部行く方いらっしゃる、すごいね、楽しそうね。紅白とかのやつも気になるよね、めちゃくちゃ楽しみだ、楽しそうだ。夏コンは土曜日の昼より行くね。はーい。皆さん来てくれるんや、17日の夜行きます、ありがとう。そう、あとはね、あ、16歳の後半で大きかったことは髪が伸び出したことかな。髪が長くなりだしました、少しずつ。あ、待って、まだまだ歌ってることになってる。明日生誕祭行く、にょーん、ありがとう、やった。あれ、それまで声伸びてなかった、やばい、ほんまにそういうことになるわ、やばい、ちょっと待って。伸び出したちゃうわ、伸びました、伸びましたか。みんな伸び出した、びっくりマーク、びっくりマークってなってた、伸び始めました。赤ちゃんの成長や、ほんまや、やばい。明日の髪型が楽しみ、楽しみだ。ちょっと悩んだ結果の髪型なので、ぜひ皆さん釘付けになってね、なってね。こんばんは。っていうかさ、このさバック画面めっちゃ可愛くない、お誕生日になってる、嬉しい、お誕生日ハッピーバースデーって書いてある、ね、ゆかちゃん、ゆかちゃんです。あ、チートはボブにする予定はある、一旦ちょっとヘアアレンジを楽しんでからまた着ると思います、なので今の期間も皆さん楽しんでくださいね。誕生日おめでとう、ありがとう、皆さんから今日ほんまにいっぱいお誕生日おめでとうって言ってもらってる、嬉しい、こんなにも祝ってもらえることはないよ、16歳のうちにね。嬉しいな、そう、なんか最近はね、とっても楽しい。ボブ流行ってる？ボブ流行ってるかな？流行ってるかも。16歳はどういう年でしたか？16歳はなんかとにかくもう楽しんでいた年かな、なんか皆さんと出会えてよかったって思った年でした。もちろん15歳の時も思ってるけどな。16歳も皆さんと出会ってよかったなって思える年やったし、ほんまに楽しい年でしたね。こんばんは、こんばんは。そう、夏生まれだから夏好きですか？はい、大好きです。方は昔から夏が好き冬が好きって聞かれたらもう夏って言います。理由はお誕生日があるから、そう、大好きなの夏が。方に出会えてよかった、方もだよ、そうなの。で、なんかでもほんまに16
16歳で達成したことは克服とかなんか言いたいな。なんかあるかな、克服したこと。虫食べたのは15歳よな、あれ。16歳は克服したことは何やろ、何食べたかな。あ、でも椎茸食べれるようになった。そう、ゆかたんとに出会って恋して今推していられることが幸せ。ゆかたんもやっぱさ、こうやってさ、あの出会うのってほんまにないことだよな。ないな、なあ、なあって何、ないことだよねなあそう、だからほんまになんかね、何百万分の1かもしれないよ、こうやって出会えているのは。何百億分の1かもしれない。そう、過ちと誕生日単語もできましたね、できましたね。そう、嬉しかった。狼とプライド、あとはユニット制覇をしたいですねユニット制覇頑張ります。あとはあれやな、周年コンサートで雨の動物園をやったりもしましたね。あとはあの僕はいないもやりましたね。ほんまに楽しかったね。ハートの独占権もやったりね、青春のラップタイム踊ったりもしたし、ほんまに楽しかったな。明日のユニット何やら楽しみにしててなゆかたんと出会ったのは偶然ではなく必然だと思う。あ、めちゃくちゃめちゃくちゃ、あのもう天才的な名言が出ましたね。必然です、必然です。皆さんここにいるのは必然ですね。本格的にゆかたんをし始めたのは16歳になってからかな。え、嬉しい、ありがとう嬉しい。そう、17歳、うん、ありがとうね。頑張ります、これからも。なんか頑張りますというか、皆さんがいるから頑張れますやな。ちーたんに渚のチェリー歌ってほしい。そういう方の大好きな曲、渚のチェリー。チェリーチェリーボーイ、チェリーチェリーガール、逃げる私もあ、そうやそう、今日はオンラインの募集も始まってますぜひ来てね。ゆきゆき初めて見た時、ゆかたんに最初に目を奪われた。え、嬉しい、ありがとう。そうなんや、やった、一番やゆかたんのファミリーの一員になっていいですか。もちろん、もう大歓迎です。もう全員募集中です。3分前から押します。なんということだ3分じゃないねえ。17歳の後悔もしっかり寄り添います。ありがとうございます。一緒に荒波も耐えて頑張っていきましょう進んでいきましょうね。ケーキ生いろいろ見てよかったにたどり着きました。え、嬉しい、そうなん、ありがとう17歳もいい年になりますように、なりますようによかたんファミリーになるには何をすればいいですか。もう好きって思う気持ちをがあれば誰でも大ウェルカムです大ウェルカムです。お姉ちゃんもれなくついてくるの、確かに。もう姉ちゃんはもともとゆかたんのこと好きやろっていうもうはい、ファミリーです。ゆかたん生で見たらイチコロでした。ほんまに嬉しい。ファンに行ってからは今まで会ったことない方とかね、ファンの方にも合わせていただいたりしてね、とても出会いの幅が広がりました。お誕生日おめでとう、ありがとうそう、ゆかたんしか勝たん家族では生誕祭やるの。あー、生誕祭、うん、そう、毎年家族ではやってますね。でももっと出られるといいよね。そう、来年行ったらもうびっくりや。17歳、うん、明日からやな。17歳はもっともっと出たいですので、
もっと頑張りますそう、お姉ちゃん毎年プレゼントくれるの、それがちょっとどうでしょうか、ちょっと欲しいですね、お姉ちゃんからプレゼント頼もうかななんかでも今年はあげるよみたいな感じでしたけど、どうやろテストどうやったん、テストどうやったやろ、ご想像にお任せしますそうね、でもほんまに、あ、そう、小論文ありがとう、小論文の見てくれてる、小論文も書かせていただきましたね、そう、小論文はめちゃくちゃ思いをいっぱい書きましたそうやねん、もうテスト帰ってきたん、帰ってきた、今年は NCIP 乗船かな、乗船かな、うらなんばちゃん見て英語得意なの知りました、そう、英語得意というか英語が好きです、英語大好きで、漢字100点だった、あ、突っ込まれた、いや漢字は100点じゃなかったです、頑張ります大人になるために小籠包って聞こえました、え、なんかおる、小籠包おる方が出てる研究生公演一度も見たことないです、あ、そうなんや、あの DMM とかでも過去の動画とかにもしかしたらゆかたんいるかもしれないですね、ゆかたんのファッションが好き、嬉しい、ありがとう、嬉しい、みんちょと一緒に大人になるな、そうですね、大人になるために漢字100点です、100点取ります、取っちゃうぞ、そう、お姉ちゃんと2人 N に出るなら2人で過ちか狼がみたいな、おお、あの過ちお姉ちゃんってやったらちょっと見つめ合う時にちょっと我に戻って笑っちゃいそうになりそうやな、お姉ちゃんとみたいな鼻の下が伸びちゃうよ面白そう、そりゃね去年の3月3日でチータね、ありがとう姉妹大持ち、そう、そばに座ってからすじわじわと来そうね、でも狼とかやったら楽しいかも、一緒にやりたい二人大持ちやったら笑ってしまうかもしれへん、そやで、みんな想像してみて、ちょっと絶対2人とも笑ってる姿を想像してしまうよこんばんは、こんばんは、お誕生日おめでとう、ありがとう、嬉しい、狼はいいね、いいよね狼大好き、あなたがちれたい、そういう曲じゃないのに客席ニヤニヤクスクスしてそうみんな笑い声聞こえたらどうしよう姉さんとの流れ星みたいね、やりたい、流れ星やりたい、もう一回、わがままな流れ星、奇跡は間に合わないも、浴衣似合いそう、ほんまにやりたい、奇跡は間に合わない、奇跡は間に合わない、今は誕生日単語がめっちゃお気に入りやけど、ほんまに嬉しい、誕生日単語好きって言ってくださる方嬉しい、なんかそうなかなかね、あれ聞かないからヘイヘイと二人でオカミとプライドやってほしい、そう言ってんねんけどな、あ、そうヘイヘイに、ヘイヘイに言って、練習では実は二人でやってんねん、
狼とプライド誰も見てないところで2人でやってる、こっそりで、あのそうへみんちょにまなみさんにね一緒にやりたいなって言ったらみたいな感じだったどっちやそれはって言って、そんな感じ、まなみんとのいつもの絡みはそうツンデレやから、ほんまにツンデレTikTok で見たいね、確かに TikTok ありやな、 TikTok いいな明日は公園や、公園ドキドキする、普段ミンチョって呼ぶんや、そうミンチョって呼んでますそう実はめちゃくちゃ仲良くてね、みんなもわかるかな、でも普段の見てたらめっちゃマナミンとは仲いいよ、そうお出かけも実は何回かしたことがあります、お出かけっていうかご飯を食べに行ったことが何回かありますねそうそうミンチョって呼ぶの禁止やったけど、なんか実は良かったらしいです、なんかそう言っちゃってえみたいな反応されてそうまた浴衣のうちは作ったよ、お見送りの時見てるよ、やったありがとう嬉しい、ありがとう、そうもうお互いいじりいじられみたいな状況やな、そんな状況、こんばんは、こんばんは、そうねなんかでもそうそうなのあお腹鳴った、やばいあそうそういえばあれ、あそう GSGK もう見てくれたかな、めちゃくちゃ楽しくてね、そうGSGK まさかのみかなさんとあんのんさんとこよりんとゆかたんでした、大丈夫でマイクに拾ってよかったよかった、そう伏せのね伏せのね、そう紙袋破れたし、そうやね、お弁当可愛かったありがとう、そうほんまに紙袋、そうせっかく無地の大きいやつを用意してルンルンで行ったら返し早々まさかの破れたみたいな、ほんまにもうハプニング多すぎてびっくりしただからおーと思ってお弁当は思わず燃えた燃えた燃えちゃった、もっと燃えていいんやでうさぎぴょん、さうさぎぴょん、紙袋にドリルでも入れてた、うん入れてたかもそうやね、なんかね本当にそう、それがあったりとかウェルカムナンバーも今公開されてたりね、とても見れるねものが多くて嬉しいな、もっといっぱい見てね嬉しい、カタンは毎日そう10期生のやつをいっぱい確認して見てた、 GSGK 次回も楽しみにしています、あ明日や次回お誕生日の日にね第2回やねん、この7月は浴衣三昧、浴衣三昧浴衣三昧、ね本当に楽しかった、ウェルカムナンバーでもめっちゃ結構難しかったな、そうそうそういろいろとね苦戦しつつも最後はねとても仲良くなれたりで嬉しかったな、いい経験になった、そうそうそうだからでも楽しかったな、
夢逃げ入ったことあったよね。あってん、そうあってん。お姉ちゃんのいつも隣で見ていて、そうユカタン一人では行ったことないねんけど、お姉ちゃんといつも行ってた。実験生が入ったユカタンが一番だよ、ほんまに。嬉しいけど、あんな感じでいきなり話せるのすごい。めっちゃ人見知りやねんけど、そういざとなったら走っていくタイプ。そう学校とかはほんまにあんな感じでは無理やな。話しかけるめっちゃドキドキしてもどうしようみたいな感じやけど、なぜか海外になったらいけたかもしれない。積極的に英語力思ったよりすごい、ほんまビビッときちゃっていじってるな。明日聞きづらいから GSGK リアタイできるの。ゆかたんといいセッターさえ過ごしましょう。そうね、本当に人見知り、ほんまに人見知りやで。12歳最後、12歳、16歳です。12歳に見える、見えてたら、見えてたら見えてるかも。そう May I help you please って言えたんや。ねえ、そうキャ、そうやね、見える、ほんまに見えんの、嘘やん、わお。ちょっとじゃあ実験生で最年少として入ってこようかな。実験生の子は11歳やね、京香ちゃん11歳。最近すごく大人顔になってきました。ほんまに、え、大人顔ってどんな感じなんやろ。ゆかたん入った頃どんな感じやったっけ、入った頃の。でもね、多分そう、まあ中身は変わってないから。11歳若いね、最近生まれたばっかりやん、ほんまにな、またバブちゃんだよ、かわいいね、ほんとに。ウケを狙うならアイアムドッグガール。犬ガールです。もう海外の方ワオって感じだよ。そうユカタン入ってきたから赤ちゃんでした、赤ちゃんでした、赤ちゃんでした。NMB の結成知らんねんで、あ、そっかそっか、ほんまや、 NMB だって14年目だもんね今。へー、ほんまや、すごい、お腹の中や。これからも先輩として頑張っていきたい。あ、そうやね、本当にでも楽しい1年やったな。明日は人間ドックの日、あ、え、そうなんや、やっぱ生まれた時から犬に関わってたみたいな。いくつの写真に見たの、犬の喜怒哀楽やった。喜怒哀楽ねえ、そうやね、ゆかたんさんって呼ばれるんや、ほんまや、炭酸みたい、ゆかたんさん。ゆかたんさん、ゆかたんさんソーダとかあったらみんな飲む。そう最近はかき氷を食べるね、よく、炭酸じゃなくて。ゆかたんさん、はい、炭酸です、炭酸です。どんな味やろ、もしかしたらちょっと美味しい味がするかも、濃いの味だね。 CM だ、どういうこと。さあそうやね、チータンさんって言われたりして、ゆか炭酸シュワシュワ言って、ゆかゆか炭酸シュワシュワ。そう恋の味、
恋じゃないフィッシュじゃなくてラブの方だよもうちょっとあ喜怒哀楽さんくまさんタワーありがとうくまくまありがとうきちょっとね失礼します。あ、愛が書けるかちょっと不安やばい漢字テスト100点取るもんくまさんたはありがとううベア喜怒哀楽さんくまさんタワーありがとうベアありがとう嬉しい。あやばいあとちょっとで終わっちゃう。怪しいって言われた。怪しくないよね。あっお前特技気になるね。方の特技は犬のモノマネ喜怒哀楽です。じゃあちょっと最後に、はい、ゆかたんの声がより近くなりました。ちょっと最後にこの歌を歌うって決めてた。やっぱりこの曲、ゆかたんリサイタルの後はこの曲ですよね。なりましたね次が最後の曲になりますあみんなえって言ってくれてる。すごい速度でえって言ってくれてるなんかもうじゃあえあもうああが入ってる。ああはちゃうでそれでは聞いてください。タンポポの決心16歳楽しかったな。線路脇にタンポポが咲いていた。長かった冬が終わり待ちわびた春が来たんだ。日差しの道を歩き恋でもしようか。大好きな公園のこの曲です。あ、黄色いプレナイトいっぱいありがとう。通い慣れたはずのいつもの通学路、昨日までの僕とどこかが違うよ。うつむいていた季節、風も向きを変えて、人はいつだって生まれ変われるさ。こんな場所にタンポポが咲くなんて、生命力の強さとひたむきさ教えられたよ。なぜか目頭が熱くて、夢や希望や未来はここにある。雑草の中の命はたくましく育ってゆこうよ。日陰もいつの日にか日向になるんだ。やっぱり皆さんと16歳こうして歩んでくれて本当に楽しかったです。そしてそんなね僕の思いとかを込めながら歌います。ほんの
少しだけの不を嘆いてた。休みがちな僕が恥ずかしく思う。雲一つない空は鳥も自由に飛び、過去の雨の日も今日のためにある。気づかなかったタンポポが揺れている。誰の心の中にもささやかなその可能性、日常に忘れていたよ。思い悩み落ち込んだ寒い日々、当たり前のつまずきに立ち上がる若き力よ。弱さもいつの日にか強さになるんだ。場所にタンポポが咲くなんて、生命力の強さとひたむきさ教えられたよ。なぜか目頭が熱くて、夢や希望や未来はここにある。雑草の中の命はたくましく育ってゆくよ。日陰も日向になる。気づかなかったタンポポが揺れている。誰の心の中にもささやかなその可能性、日常に忘れていたよ。思い悩み落ち込んだ寒い日々、当たり前のつまずきに立ち上がる若き力よ。弱さもいつの日にか強さになるんだ。最後まで聞いてくださって本当に嬉しかったですいやー、ほんまにこの公演のタンポポの決心で終わるところがめちゃくちゃ好きで、やっぱりゆかたんは最後にこの曲を歌いたくなっちゃいます。歌詞とかはもうほんまに好きでね、ね、なんか頑張ってよかったって思いますよね。なんか皆さんと、あ、やばい、ちょっとランキング読みをしていきたいと思います。13位、お山さん、ありがとうございます、ありがとう。12位、富士さん、ありがとうございます、ありがとう。11位、あ、明日は N シップ、あ、もうかな N シップ公演やった。あと炭酸せんべいさん、ありがとうございました。10位、かずくん、ゆかぼし、ありがとうございます、ありがとうございました。9位、よしくん、ありがとう、ありがとうございました。8位、ていう、ありがとうございました、ありがとう。7位、まさし、ありがとうございました、ありがとう。6位、工場さん、ありがとうございました、ありがとう。5位、ありがとうございました、ありがとう。4位、ようちゃん、ありがとうございました、ありがとう。3位、けんあと香港さん、ありがとうございました、ありがとう。2位、喜怒哀楽さん、ありがとうございました、ありがとう。そして1位は、ジュルル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 パン、むーちょー、ありがとうございました。むーちょー、ありがとう。
皆さん本当にありがとうございました。16歳はほんまに皆さんに助けられました。もうこれからも一緒に頑張っていきましょうということでね、16歳最後の配信ほんまに楽しかった、ありがとう。じゃあそれでは皆さんおやすみなさい。またね、また明日、また明日は17歳や、うわまたね、ありがとう、バイバイ、あ、バイバイ。